後で振りよっか、これね。はい、こんばんは。今回はですね、まあ、とある依頼が来ておりまして、でその兼ね合いでこのお二人、ホラープロジェクトナッツさんに来ていただいているんですが、よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、このお二人が今回来ている理由なんですが、ちょっと前にここに来たことがあるんですけど、ほぼ悪ふざけみたいな感じで来ちゃったんですよね。で、まあ、僕たちの元にですね、DM が来まして、最近でこそ僕覚醒していろんな現象を捉えるんですけど、何か見えたりと感じれる能力になったまま行ったらどうですかと、そこにシロさんと一緒に行ってくださいっていう依頼だったんですけれども、まあ、シロさんが最近忙しくて来れないということで推薦していただいたということなんですけれども、すいません、本当にシロさんありがとうございます。本当にね、で、なあちゃんがまあ結構割と感じることができるっていうことなので、今回すごいもしかしたら映像撮れることができるかもしれません。それでは参りましょう。ベロリンちゃん、ちょっと雪が今すごいんで気をつけましょうね、足元。これは危ない。早速なんか建物ですよね。あ、あった。前回これ見たっけ。え、何これ。前回見てないんですか。見てない気がする。見てないですね。すっごい。これはすげえ。置いてあるものがもう本当に古いもん。だってあれお風呂でしょ、あれ。いや、なんかすごい物が残ってる。すごい古いものもあれば、そんなに古くないものもあったりして。え、なんか部屋、それ人形。あ、人形だ。人形、これ人形だよ。これ日本人形というか、その着物を着てるような。うわ、え、首ないよ。首がない。首ない。足もない。なんでそれだけあんの。ね、なんかこんな触っていいのかな。普通にすげえ普通に触っちゃったけど。普通に触っ、やっぱ大きいわ。お家自体がすごい大きい。え、スケットとかなんかあるけど新しいですよね。こんな古くない。うわー、広い。え、のこぎり。あ、本当だ。いや、怖いな。え、広い。なんかめちゃくちゃあれだけ綺麗じゃん。本当だ。友付け会優勝。なんだ、何の優勝だこれ。なんだ。あ、1993年。俺の生まれた年だ。これはやばいかも。あ、しかも後ろ楽譜とかある。なんだ、ピアノとかのやつなのかな。バッグとかあったりとか、なんかお金持ちっぽい。うん、ゴルフやな。ね。部屋の中は当時お金を持っていたであろう高級な品々が多く残されていた。なぜこれほどのものを置いてこの家を出て行ってしまったのか。この、思い出した、そうだ、この集落ってなんか急に人がパッて消えたような、なんか開き方なんですよ、家が。なんかね、お金持ってたりすれば全部持ってったらいいのにっていう。パッて人がいなくなったんじゃないかって思っちゃうような。あ、これも首なし人形だ。首がない。なんで首だけないんだ。しかも中にめちゃくちゃフォルダみたいなのありません？え、あ、本当だ。え、どうしたの。え、何これ、何これ。触ったの。やば、これ触っちゃった。これさ、本当に中にびっちりこういう、うわぁ、なんで。え、待って、本当鳥肌がやばい、本当に。やばい。いや、マジで本当に。何の文字。え、なんかしかも毛束。何これ。毛束ですね、これ。毛束ですね、これ。下の髪が…うわ、もう、え、待って、やばいやばいやばい。え、やばくない。雪が落ちたってこと。雪が…雪落ちこんな音しないよね。
え、待って、2階もある。ちょっと2階危ないですけどね。行きましょうか。いや、本当気をつけてくださいね。行くよ。さすが。え、行ってきます。お願いします。いやー、ちょっとうちにも欲しいメンバーの。そうでしょ。うわ、なにこれ、気持ち悪い。いけるけど、意外としっかりしてるからいけると。焼けてるわけじゃないの。柱にびっちり新聞紙みたいのを貼ってある。え、何これ。これ気持ち悪い。いけるいける、立ち上げるよ。あ、よかった。すごい気持ち悪い。うわ、なにこれ。え、ちょっとお札とかあんじゃん。え、お札もある。立ち、お札ある。ちょっと、あ、後で触れよう、これね。首のない。立ち、やばい。人形がさらにある。首のない人形みたい。うわ、待って、本当にやばい。ここがちょっと一番やばいかも。前回来た時のやばさじゃない。鳥肌が一気に。本当にね、なんか意図として首だけ取ってる感じがするんだよな。いや、絶対そうだよ。だって、なんでないの。音やばかったっすもんね、マジで。カーンって、ね、やばかったよ。でも音が鳴るようなもの特にないって。あと、この新聞紙はなんで。新聞紙がズワーってやりますね。で、これでも炭になってます、確実に。燃えてんの。はい、燃えてるんですよ。で、燃えてるんだけど、その上から新聞紙があるんですよね。で、新聞紙が先だったら新聞紙も燃えるじゃないですか。うん、あー、確かに。それ、火鉢。火鉢、火鉢か。ここから発火しちゃったとかいうことなのかな。出火原因。あ、うん、すげえ音してる。音はしますね。で、動物っぽくないですよ。なんか落ちるみたいな音ですね。うん、さっきの音の方が鳴るようなもの、なんもないよ。なんもない。階段にあったんですけど。え、こんなのもキモいんですけどね。特殊実験とかなんか書いてあるんですよ。こんな思いっきりツー君が踏んでったマジで。本当に特殊実験って書いてあった。やばいじゃん、俺踏んでったわ。あれ、呪われる。本当に呪われるんじゃないですか、特殊実験で。やっちまったね。はい、こういう状態になってしまった理由とかが隠されてそうじゃないですか。こういう、この集落一帯がこうなってしまった理由とかがね。ここにさ、お札っぽいなんだよね。え、これ、お札じゃないですか。なんかそれみたいなのがさっきの人形の中にはありましたよね。うん、うわ、めちゃくちゃお札ある。いや、多分日本で一番画数多い感じが疲れ出すんで多分間違いなくやばいと思うんですよ。本当に抜けないようにだけ気をつけてましょう。やねえ。あ、やばい。あ、抵抗感覚が。そんなに歪んでないですけどね。グラグラってする。よく言いますもんね、平行感覚なくなるって。大丈夫。今誰か喋りました。喋ってないです。まあ喋ってますけど、気になるような喋り方はしてないですね。うーん。こっちいないもんね、誰も。いや、いない。うわ、なあちゃんもう早速。来た。うん。あ、本当だ、ここ全然そんな歪んでないでしょ。え、これ普通正面よね。うん、まっすぐ。まっすぐだよね。うん、本当だ、何これ。グワグワってない。気持ち悪い。床がベコベコなわけでもないし。全然ない。いや、そんななんか変な風になるような感じじゃない。あ、え、いや、こっち誰も歩いてないよね。誰も行ってないです。今ここ、そこから足音がした。こっち側に近づいてくる。あ、じゃあそっち側になんかいるのか。すごい揺れる。揺れる、ここすごい揺れますしんどい。でく、下で歩いてるぐらいの足音じゃなかったですか。結構な、うん、足音っぽかったけどね、なんかその、うん、足音自然の音っぽくない感じがしたな。今ここに住んでた人は本当にどこにいるんだろう今ね。なんかわかんないっすよね。なんでこういう風にしていくんだろうっていう、うん、
こうなることを分かっててもう行ったのか、だ本当消えたからこうなってしまったのかとか、うん、あっちの建物ありますよね。あ、本当だ、いっぱい祀られてる。なにこれ、こんな本当になかったんですけど。え、待って、綺麗。黒いのがふわっと飛びませんでした今。あれもちょうど裏らへん。え、なにちゃん、何も感じない？いや、今はちょっと分かんなかったです。え、待って、綺麗。え、待って、綺麗。え、待って、綺麗。ターチャイはここに黒い影が通るのを見た。いや待って、怖い怖い怖い。もう絶対いたもんね、黒い影。いろんな神社の名前が書いてある。うん。神様借りてきてる感じかな。うわ。でここはものすごい綺麗なんですよね。この木は何なんだろう。赤ちゃんの前掛けみたいなの作ってる。遠目で見てお稲荷さんに見えたんだよね。うん、稲荷神社の影とかで見るとやっぱり狐っぽいか見えるんですよ、この影だと尻尾があってみたいな。ここはなんか怖いっていう感じではないんですけど、うん、なんだろうね、不思議だよな。あの影になってて、ここはちゃんとなんか管理してそうな感じがあってみたいな、ね、とても綺麗なので最近ですよね。てかちゃんと磨いてらっしゃいますよね、誰かが来て。絶対そうだろうね。スタチュがさ、人影見たってところにさ、お墓あるんだけどさ、あ、これお墓なんだ。お墓だよ、お墓。てか後ろ道ないですか、もしかして。あ、ないかも。あ、じゃあ本当にまずいわ、これの真後ろだったんですよ。今崖の奥ら辺で人影見てるんですよね。普通にまずい。ちゃんと管理されてる。あの、供養塔って書いてあるんですよね。え、どういうことだろう。あ、本当だ、真ん中。なんで供養塔ってなんか、なんか意味深だよね。なんかイメージ、そのたくさんの方が亡くなってみたいな。わかります、わかります。なんかそんなイメージだよね。そういうことがあった場所なのかな。ちょっとあえて名前見るのはやめよう、うん、これは。あ、待って、これ誰か歩いてるな。あ、本当だ、足跡が。え、下、完全に下、家から下。あ、家ですよね、さっき。さっき入ってた家。誰もいない。この人でっかいお家っすよね。でっかい、広い。この足じゃないの。動物でしょ。動物、うん。え、しかもクマちゃん。嘘、これ肉球ありますよね、うん、クマって。あるある。これなんか硬いものがぶつかる音だったよね。叩いてるね。それこそ本当に木を叩くような音。いやあ、そうだ、これここにもあるんですよ。思い出した、これを見た、うん。ごめんなさい。
さっきの墓の名前って覚えてます？あれ何が起きた？さっきのさ、お墓の名前覚えてる人いる？そうだったよね。そうそう、で、ここなのよ。あ、頭文字、同じ名字、うん、同じ地区に多かったです。あ、なるほどね、うん、この辺の集落やばい。ものすごいな、本当に道が。え、何これ？何だろう、何それ。いや、これはマジでなかったわ。絶対なかったよね。絶対なかった。一回見てみよっか。めちゃくちゃ石が入ってた。石がすごい入ってた。なんの音？え、人入ってってるやん。本当だ。関係者。関係者が入ってたのかな。自殺とかもあるかもしれないですよね、本当に。女の人の声聞こえる気がするんですけど。いやー、じゃあやばい。なんか一緒に来てるのかなっていうぐらい。さっきのところからもしかしたらついてきてるパターンありますよね。タッピーだって女性の声聞いたってたじゃん、さっきやったっで、うん、来たか。ついてきてました。いやー、どっち側から聞こえます？後ろ、後ろ、左だったり右だったり。あ、もう四方八方。ちょっと気をつけないと本当に、まあね、命を狙ってくる例の可能性もマジであるから、うん、足元しっかり吸って。ここだ、運命の分かれ道。おお、これさ、どっちだったっけ？右。こっち行った記憶あるんだよね。行った記憶あるね。左だ。左？絶対右でから行ったと思うけどね。こっちの方が足当たるよね。あ、待って、こっちから来てるか。こっちだ。前回こっちだ。あ、そんな気したんですよ。マジぐちゃっといってる可能性が。お墓やん、びっくりした。お墓あるんですか？確実に女性の声聞こえましたよ、中から。ねえ、ねえって、ねえって言った。なんか黒いの今。え？鍵動きました。鍵みたいなの。これね、多分イメージここら辺からの声なんですよ。どうでいうこと？ちょっとその下ぐらいか。ここら辺？その辺。待って、こっちからも歩いてる音するよ。なんか本当中から音すごいする。聞こえなかった。ねえ、聞こえてない。マジではっきりねえねえって。その時に人影見てるんじゃん。あ、確かに同じような場所で。いや待って、俺ここ近づいた瞬間、鳥肌ブワーッと立ったんだけど。いやもういますよ。だからガッツリいますよこれ。あ、この辺か。こちらの仏像様ね。有名なやつ。これのなんかその、うん、お地蔵さんのこう持って帰っちゃったんでしたっけ？なんか一体なくなってたとかっていうあれだよね、うん、え、こんな綺麗だったっけ？なんか被ってもなかったっけ？ここにね、中学があったじゃない、それ取れてんだよね。全然違うわ。ほら、やっぱ被ってたよね。
なんでこんなさっぱりしてんだろうね。なんか俺もあれなんか違うなと思って、やっぱ違いますね。管理してるのかな。すごく意味が、あれ今ドンって聞こえなかった？クソドンだったよ。なんか中から叩く音だったよね、外からじゃなくて。戸を閉めるぐらいの音だった。いや、ほんとマジでそんな感じですよね。お茶さんがねえって言ったのを呼んでるのかみたいな。まずは叩いてほしい。引っ張られる感覚がすごいあるから。いやねえねえって言われてたってたじゃん。呼ばれてんじゃんって。ガチでやばい。大至急帰ろう。返さねえよ。ダメでした。これ本当なんだこれ。これ何？マジで何だこれ。びっくりした。あっこ絶対いる。待って、気持ち悪い。このさっきの人形さんとかが同じものがあったりとかしてるのがあるから、多分ね全部関係があるお家だと思うんだよね、一軒一軒、うん、それをちょっと決定的な証拠を見つけていきたい。あれちょっとめちゃめちゃすげえ穴が広がる。ほんとだ、なんか地下の、いや防空壕じゃないけどさ。いやけど防空壕とかの可能性あるんじゃないですか。あるのかな。なにこれ、気をつけてね。いやマジでそうかも。マジそうですね、多分あるね。すごい穴だなこれは。こんな穴わざわざ掘る必要ないですもんね。ね、南京錠めちゃくちゃ南京錠落ちてる。え、すごい音しない？パルマの横からすごい音しない？こっから、あ、上のなーちゃんか。うん、ああ物があるんだ。身元が分かるものが一切ないんだけど。同じ名字ですね。うん、前来た時に、そんなね、結末じゃないかっていう予想はしたんだよね。全員同じ血が繋がってる人の集落なんじゃないかっていう予想はしたんですけど、これでも確実にそうだって言えるね。この多分地域の人たちは血縁関係のつながりで大きくなったその村なんじゃないかっていう。すっきりしたわ、なんか。うん、